は声優野沢雅子モノマネで大注目のアイデンティティ。今回は有名声優たちとスペシャルコラボ。不思議なカラオケボックスと一体何が。いや久しぶりの一人カラオケだからな、好きなアニソンいっぱい歌うぞ。どうしよっかな。あ、ドラゴンボールいいね。チャラヘッチャラ。あ、これにしよう。そう、シント。失礼します。あ、店員さん来ちゃったよ。ねえ、ところでな、野沢雅子さん。おっ、オラも食う。あいつまた気が上がったぞ。出会ったな。こうなったらオラも一か八かあの技にかけるしかねえ。次回ドラゴンボール Z 悟空限界突破、出るか必殺3倍海洋拳。お父さん早く来て。ゆっくりどうぞ。時間よかった。すげえ。でも野沢雅子さんだったな今の。働いてんのここで。どういうこと。え、もう一回流してみようかな。チャラヘチャラ送信と。失礼します。来た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 。あ、増えてる。誰あのおっさん。え、おっ、オラも食う。勝負だベジータ。見せてやろう超エリートサイヤ人の圧倒的パワーを。次回ドラゴンボール Z 超絶バトル悟空対ベジータ、はじけて混ざれ。ゆっくりどうぞ。ベジータだ。すげえ。ってことはベジータの声優の堀川亮さん。あれ確かあんな感じだったけど伝わってんのかなこれ。ちょっと待って、堀川さんも働いてんのこれ。ちょっともう一回流してみよう。送信。あれ人が違う。今度誰だあの人。おっ、オラも食う。おめえだけは許さねえ、フリーザー。お前もコスパみじんしてやろうか、あの地球人のように。次回ドラゴンボール Z 驚異の戦闘力、宇宙の帝王フリーザ、クリリンのことか。バイバイキー。バイバイキーって言ったの。いや最後バイキンマンでしたけど。え、ってことはフリーザとかバイキンマンの声優の中尾流星さん。あれすげえな。てか、え、とんでもねえ料金取らねえだろ、ここ。大丈夫？なんで？いや、入れてない、入れてない。入れてないんですけど、これ。どう？いや、オールスターだよ、もう。すげえな。おい、オラゴくん、やっと揃ったな、ベジータ、フリーザー。そのようですか。勘違い。いや、同時に喋るな。ありがとうございました。田原総一郎さんとか。俺初めて見ましたけど、前からやってた。なんか朝生見てたら、あれこれいけんじゃねえかな。はい。いや練習してたらできるようになって。いや、もうできるようになったの。そういうふうに、まあ、ちょっとやったら田原さんからご連絡あって。え、ご本人から。はい。なんて、なんて、なんて、ま、文字では、あ、僕のモノマネをしてくれてね、ありがとうって書いてました。そこは滑舌は関係ないですけど、文字やからね、はい、文字やからね、はい、こっちはもう声優のオールスターズで、ベジータの声優の森川亮だ。いや、 R 藤本くんはベジータの、ね、衣装をしてモノマネしてたし、ほんで言うたらあの、ね、はい、フリーザ、フリーザの衣装を着てモノマネしてたじゃないですか、今までは。こっち側に寄せていくみたいな。いいね、いいですね。どんどん寄っていきますから。いいですね。新しいパターンですよね。新しい声優に寄せていくって。こういう人がやってるんやったらね。さあベジータ、綺麗なスタジオだな。おい、汚ねえスタジオだ。言わねえだろ。ベジータは言うけど堀ちゃんさん言わないから。口悪いな。もう質より数でしょ。どんどん増やし て。さあそれでは判定をお願いします。白の山本貴博さんか、それとも赤のアイデンティティさん、 R 藤本さん、バンバンバン山本さんか。スイッチをどうぞ。